穂ズ重藤、穂ト重藤、穂ミ重藤、千八百八十三1883年4月11日から1951年7月29日は、東京府出身の法学者。専門は民法。東京帝国大学教授、法学部長、最高裁判所判事を歴任し、日本家族法の父と言われる。東宮大部圏東宮寺住長、男爵。 君一等局日大受賞。穂積信重の長男として東京に生まれる。母は渋沢栄一の娘、ぶった子。妻は小玉玄太郎の三女、中。西洋史学者で大東文化大学長を務めた穂積重幸は長男、国文学者の岩佐美代子は娘。子供時代、祖父渋沢栄一の影響で論語に興味を覚えた。 あとに、それに関する著書もある。大学時代に、宇野哲人が、家庭教師であったが、家庭的論語講義をしたという。東京高等師範学校附属小学校、現、筑波大学附属小学校、同附属中学校、現、筑波大学附属中学校、高等学校時代は、鳩山秀夫や杉村陽太郎と親しかった。成績も優秀であったが、柔道に熱心であり、 歓迎子に欠かさず出席した。音楽にも興味があった。一高時代には校歌を作詞し、その、との空には、後に、学徒出陣の際に歌われることになる。1902年、母校である、東京高師附属中学校の校歌、切り影会会歌の制定を提唱し、東京大学時代は、父の影響もあり、民法や社会問題に興味を覚えた。 勉強法の記録が残っており、父の戒しめとして、勉強度に優ることなかれ、不規則な勉強をするなかれ、勉強して夜を徹することなかれ、毎日横たらず勉強せよとある。鳩山秀夫は、最優等生と紹介され、茂藤は、大学の総壁とある。この二人は大学に残ることになる。卒業時は、前者が九十二点、茂藤は九十点であった。また、 大学時代の趣味は、感激、柔道、水泳、徒歩とある。徒歩とは山登りであった。小学校時代から同級であった、鳩山秀夫と重藤は、1909年の東京帝国大学卒業と共に、同大学講師に採用された。同年に結婚する。重藤は、結婚届で同日主義を持っており、母を驚かせた。 ドイツ法の原書公読を受け持ったが、学生の中には後に同僚となる若き日の田中幸太郎が含まれていた。1910年3月には助教授に承認し、1912年7月には欧米留学の事例が発せられている。1912年10月24日東京を旅立ち、目的地のドイツのボンに12月16日到着。その地では先に留学していた。 鳩山秀夫が出迎えた。講義を聞くだけでなく、ドイツ夫人からドイツ語とダンスを習った。翌年4月にはベルリンに移った。視察も多く、刑事博物館、東方文化研究所、幼年裁判所、幼年社級5会、小児食堂、ペスタロッチフレイベル館など視察している。1914年5月31日まで滞在、6月にはパリに今日移したが、 この時も社会見物に精を出している。ほどなく第一次世界大戦が勃発、1914年8月16日にパリからロンドンに移った。ロンドンでは裁判所、陪審員がいる素人裁判所を見学している。1915年11月3日の帰戦でロンドンを去り、アメリカ医としてハーバード大学のあるケンブリッジで過ごした。 シゲトウは、ハンデーを素材にした、モ道式の授業法に興味を持った。1916年1月11日、この地を去りサンフランシスコ経由で、横浜には2月22日に着いた。留学の成果としては、第一に、著書、戦争と契約であるが、ドイツと米国で、学生生活を味わったこと、社会事業を観察したこと、社会教育の重要性に気づいたこと、 婦人問題である、と述べている。留学時の研究に、戦争と契約がある。民法以外の研究は少ないが、将来起こるかもしれない、日米海戦の際に、どういう態度を取るかという実際上の利益にも、言及している。日本に泊まっていた妻が送った、新聞記事を元として、婚姻予約判決の真意義という、彼らしい研究ができた。フェニミズムなどを執筆したが、 婦人問題講話は、助研拡張の延長線上にあるのである。外に、法理学大公と、親族法大意という教科書を書いた。彼はその後、法理学の研究から離れる。離婚制度の研究は900ページを超える大著である。雑誌、改造に書いた、三、下り班の話が起源になって書いた研究である。この本は、離婚法研究の古典となった。 民法改正の要項作成のために重藤党は、親族編、相続編に、種々の調査を提案した。重藤党は、平塚来町、高村逸江などの運動家を支援した。また、弁護士法の改正、1933年へ、情熱を注ぎ、性別条件をなくした。児童虐待防止法、1933年を制定したが、これは、戦後に、 自動福祉法に吸収された。関東大震災時は東京にて無事であったが、親戚演者の無事を確認して大学に向かった。学生の証言によると、重藤も来て情報局ができ、指導したという、救援活動の中から、帝都震災火災系統地図ができた。震災後の尺地、尺屋調停の問題から、尺地尺屋調停法ができ、重藤は、 日本合宿の調停を担当した。香川と良彦らは上野にセツルメントを作り、重藤は法律相談を積極的に引き受けた。彼はどちらかというと、人情、方角的に柔らかく包んでいく方で常識的にやっていたようです。という記録がある。セツルメントの中に消化指導というのがあり、このような平和な、のどかな、 心地よいことは穂積先生の人柄の影響だろうともある。しかしセツルメントは左翼化して、1938年には関係学生が警視庁特攻部に出頭を命ぜられて、重藤の承認を得て解散した。1925年、小松健介らが作った社会教育協会は、相談の結果、重藤が理事長となった。 この教会の主な仕事は出版と講演であった。また、特殊学校として、東京家庭学園を設置した。それは、白梅保護学園となり、現在は、大学院、大学、短期大学、高等学校、中学校、高等学校一貫性、幼稚園を有する学校法人白梅学園に、発展した、白梅学園大学三賞。 重藤は1945年8月まで理事長を務め、死に至るまで会長職にあった。東京大学設立ルベントは社会事業の一つであるが、重藤はそれをよく理解していた。重藤は公園や下大学に生を出した。旅行先でも公演し、宇和島、鹿児島、朝鮮、満州、樺太、と松江などに行って公演した。また、 女性法律家の育成に力を入れ、明治大学女子部の創設がある。1929年から、明治大学専門部に女子部が開設された。入学者は150名であったが、1932年に卒業できたのは54名であった。1936年から高等文館、試験司法科を受験することができるようになったが、1938年になって、 初めて女性3名が合格した。はっきりした記録はないが、重藤は戦前からラジオ講演をしていた。現在レコードを聞いても絶妙な間合いであり、美声は心地よく響くという。しかし、父の信重は抗議帳を出ししえなかった。また重藤は公民家の教科書を編集した。1931年、満州事件が起きた。重藤は 大学の法学部長を3回務めている。1930年から1933年。1936年から1937年。1939年から1942年。京都大学の滝川幸俊事件。東京大学経済学部の平賀譲の平賀祝学。東京大学生。翔田村虎次郎事件。紀元2600年事業。 新体制運動、学徒出陣などの難問があった。大村敦氏は、茂藤は学問の自由は確保されねばならないが、そのために過激な行動は慎まなければいけないという立場に立っていると述べている。体制にコミットしない自由主義、反戦主義に組みするものではないが、場合によっては戦争も辞さずという考えを持っていた。助拡張に好意的であったので、茂は、 女好きという揶揄の言葉を投げかけられたことがあった。留学時代、英読感激日記には、マダムバタフライの三浦玉樹に次第に引きつけられてきたと、いる。1942年の非常時にこの本を刊行したことについて、東方の渋沢社長から要求があったというが、大村敦氏は、非常時だから余裕を持とうと思ったのだろうとしている。戦後は、 歌舞伎思い出話を出版していて、二世、市川左丹寺が悲喜という。茂藤は百人一種のコレクションを有していたが、繊細で消失した。また、茂藤は古い川柳や笑い話に興味を持っていて、時に公演に応用したりした。茂藤自身、和歌も読んだ。自由が、通俗文学、朝鮮文化、聖書、フランス語などにも興味を持った。 1945年8月東宮大部、東宮寺住長に就任した。この理由として、娘美代子が4歳児から、照ノ宮の遊び相手であったからという。1933年頃から、皇后、皇太后のご進行を行っている。また、1936年にはご公書はじめに、ギール家チドイツ団体法論について進行し、外にも進行した。 自重長人事に関しては、1945年8月7日、木古内大臣が天皇に内装し、天皇は、穂積とは、重藤か、彼なら吉しとの言葉があった。日光に疎開していた皇太子を訪れ、終戦を迎えた。当時の日記が残っている。皇太子の帰京には3ヶ月かかった。重藤は皇太子の教育機関である語学文書総裁でもあり、 東宮御教育係常任参与とも言う。皇太子の家庭教師、エリザベスバイニング夫人雇用に関しては頭腰であったので、夫人とはややギクしャくしたものがあった。戦後の茂ゲは英国留学時代を思い出し、アワキングという言葉を使い、皇太子には常にアワキングであってほしいと思っていたとも言われる。しかし、圧力があり、1949年2月、 重藤は最高裁判事に転出した。代わって、東宮語教育係常任参与になったのは、小泉晋三であった。1937年、定人事件に再始友人である、大久保貞次、当時、大倉省銀行局長の特別弁護人になったことがあるが、裁判官は初めてであった。任期は4年ほどの予定であったが、予想外の死により2年余りとなった。 その間、要求によりアメリカ視察旅行を行っている。最高裁判所時代に、刑法二百条の意見説、少数意見を主張した、昭和五年、1950年10月11日、存続障害致死及び、同年10月25日、存続殺の判決。彼の意見は、公は百行のもであるのは真剣法下でも、不変であるが、かのナポレオン法典の子は、 年齢の遺憾にかかわらず、父母を尊敬せざるべからずや、殺親罪重罰規定によって、親孝行を強制せんとするは、法律の限界を越境する法律万能思想であって、かえって孝行の美徳の申請を害するものといって、よかろうというものであった。なお、彼の死後、刑法200条は1973年4月4日の大法廷判決により、違憲と判決が下り、 1995年に正式に削除された。重藤は小煩悩であり、それは旅行の時の子供への手紙に伺える。夏は秘書地に出かけ、水泳が好きであった。家庭内で家族で論語を読んでいたという。重藤は酒もタバコもたしなまなかったが、主席には和やかに加わっていた。また、玄関家でもあった。毎年家族の写真を撮影していた。 妻はかなり活動的であることは、妻の日記に見える。重藤は三人の弟がおり、帝像は創生している。律之助は海軍の技術将校で造船少将まで昇進している。重藤と同じ時期にフランスに留学していて、重藤をマルセイユデで出迎えた。マロクロウは朝鮮総督府に勤務する植民地官僚であった。1920年に、 重藤が旅行した時は、新ウイジュの税務局長をしていた。職産局長を最後に退官し、民間人になったが、抽選に際して、日本人世話会の会長として、引き上げを指揮した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。